さあ、やっていきましょう。今回やっていくのはこちら。乳牛のミルクです。もはやクターですら、クターのキャラですらないからね。乳牛って。はい、その乳牛なんですけども、まずはあらすじかな。なんなんこの牛は。時々出てくるけどね。なんなんこの牛はってことですが。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、最近 UFO によくさらわれていると噂の驚異の無表情キャラ、乳牛。乳牛さんもあれなんですか、無表情キャラなんですね。今日はミルクプラントでコクターたちに牛乳をお裾分けだ。次々とやってくるコクターたちにこぼさないように量を調節しながら牛乳をあげよう。少しでもこぼしてしまったり間に合わないとアウト。飲み物を大切にね。ということだそうです。まあ、まずはね、予備知識なしでやってみますか。あ、その前ランキングか。ちょっと、ランキングか。段取りが、ぼちょぼちょさん強いですね。ちょっと見ない名前が並んでるな。みゆき H があるかな。今日なんかやろうと思ったら、Chrome でやろうと思ったら、なんかうまく起動しなくて、いよいよこう、いよいよフラッシュゲームができなくなってんのかなって気がする。今回Firefox で、ブラウザを Firefox にしてやってます。お、もうすでに面白そうな気配がすごい。はい？もう一回ランキングをもうちょっと、もう一回ランキングを見よう。牛、単位は牛ですね。あ、私が浮いてしまった。浮きアザラシ。こっちか。OBS の環境をゴニョゴニョしてるせいで。やっていきますか。はい。よいしょ。よいしょ。ほい。多分牛乳出すんだよ。ああ、わかるわかるわかる。わかるわかるわかる。この赤線までと一定止めればいいでしょ？ああ、ちょっと、入ってたよ。今ちょっと疑惑の、ああ、これ2回プーンってなると、ちょっと、ああってなる。意図しない音が。ああ、これもしかして、赤いラインを超えたら OK なのか。ああ、オッケーオッケー、わかったわかった。わかりましたよ。そりゃそうだよね。赤いラインより少ないと嫌だもんね。ギリギリ攻めた方がいいのかな。冷静ささえあれば、100ぐらい簡単にいけそうだな。いや、危なかった。オッケー、余裕ですよ。危な。100ぐらいは余裕かな。容器の大きさ様々だな。こぼしちゃダメだって。まあ、なるほどね。これ誰が絞ってんの？この牛乳。あ、多く入れると、オッケー。ちょっと今ので使うの。多く入れると、たくさん牛を獲得できる。こいつあれだな。何だっけ？あ、違うな。ブロストかなと思ったら違うわ。この出てきてるクターたちは、あまり馴染みのないクターたちですね。難しい。小さいコップで持ってくるやつ。あいつが鬱陶しい。こいつだ。いけてますね。無言になっちゃう、これ。よし。まあ、確実にスコアアップはしてるけど、100は超えてないね。次をラストにします。序盤はやっぱり、器ギリギリまで、容器ギリギリまで牛乳入れるのがいいと思う。そのことで稼げるポイントもある。まったりしてるな。
て。牛乳ね、牛乳はなんか昔ね。あ、これ雑談よくねえわ。雑になんか話そうとするとよくないわ。でもやっていく。これラストにします。牛乳は昔、もともと牛乳ダメなんだけど、飲むと必ずお腹緩くなるっていう、過敏乳糖過敏症みたいな感じだよね。まあ日本人に結構多いタイプのね、牛乳飲むともうすぐお腹痛くなるタイプなんですけども、中学の頃、まあ給食で牛乳出て、喋りながらやれないんだが、コモラさんみたいに喋りながら実況できんかなと思ったんだけど、できませんね。あれ、実況民としてそれはできなくてはいけないことだと思うんだけど、喋りながら実況できるっていうのね。喋りながらハイスコアアタックをやっていく。ということで、牛乳をね、中学校の頃、まあ、給食の牛乳とか余ったやつがあって、それをね、なんかね、廊下の外の屋外の廊下のこう冷蔵庫みたいな透明のガラスケースに入ってるような冷蔵庫に牛乳がいっぱいあったん、残ってるのね。好きに飲んでくださいって、余った牛乳好きに飲んでくださいみたいな感じでね、牛乳瓶がねいっぱいあってね、中学の頃ソフトテニス部だったから、部活終わりとかに早く部活が終わると、まだどこの部活も牛乳。まあ、でもいいスコアなってんな。どうしよう、ここで終わるか。もうちょっと話し続けます。はい。もうちょっと続けます。そしてハイスコアでやっていく。だから、早くさ、部活が終わると牛乳たくさん飲めるのよ、うん。牛乳は確実にお腹を壊すと分かっていても、ああいう時って、我先にとこう、山を駆け下りて、牛乳、キンキンに冷えた牛乳をね、ガーッと飲んでね、で、お腹はやっぱ壊すっていうね。あれ、運動部系の、体育会系の部活のみに許された、ご褒美でしたね。牛乳飲んでいいって。でも野球部とかは、普通に熱心だから、練習熱心だから、に早く部活終わんないから、牛乳の恩恵にありつけないのよ。テニス部とか結構、適当だから。テニス部は結構適当だから。早く終わって、ガブ飲みしてたね、牛乳をね。そしてお腹を壊す。何が何やら。集中します。ここ本当にラストにします。本当に集中するから。本当に集中するから。うん。牛乳はダメだけど、ヨーグルトはいけるんですわ。やっぱあれは乳糖なのかなって思うよね。ダメなのがね、うん、ラクトフェリンでいいかな。ラクトオリゴ糖素、うん、ラクトフェリンってなんだ。鉄、乳糖と鉄か、わからん。フェリン、でもね、牛乳をね、その頃すごい飲んでたせいか知らないけどね、背は割と高いです、アザラシ。割とね。一般よりは少し背が高い。牛乳は体には合わないけど、本気は、なんで？あ、そう、後ろのやつ？あー、そういう。いやー、なかなか難しいですね。このまま延々やってたい気持ちもあるけど、半分ぐらい。でもここら辺までしときますか。ちょっとこれは、もうちょっとやりたいな。動画外でやっときます。動画内でやれって思うけど。動画内でやってもね。あ、でも上多いな。やりたいな。やっとくか。いつになって、いつまでも寝れなくなっちゃうかも、可能性あるからな。いや、でももう一回やらして。でももう一回やらして。諦めの悪さが出てる。ちょっと20位っていう順位見て、低いなって思っちゃった。
そこの大瓶の牛乳を抱えた後転んじゃダメだよな。待たせないように入れていかないと。てってってれってってって、これなんか非効率じゃない？そして牛乳の乳搾りは、乳は搾らなくても出てくるタイプの牛乳、乳牛なんですかね。でだからね、目がしょぼつくのね。しょぼつく。もう深夜に撮るには結構きついゲームですわ。ここ後ろがめっちゃプレッシャーかけてくるんだが、頑張ったな。ここまでにしよう。まあまあ、ようやった方でしょう。うん、もっと上も目指せる気はしますが、まあまあまあ、この上の高みはね、自らでプレイして確かめてみてください。今回はここまでにします。乳牛のミルクでした。ほんなまた。